令和5年2023年6月28日水曜日、専務巳の日、一粒万倍日、巳の日と一粒万倍日が重なる吉日ね。何かいいことあるといいな。6月28日はこんな記念日があります。貿易記念日、パフェの日、ジャズリンボの日、エアーカオルの日、動物看護の日、テクノホスピタリティの日、水ごとなしの日、鶏の日、ツバの日。どれか気になる記念日はありましたか？これらの記念日を適当に取り上げながらおしゃべりしていくので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。6月28日は貿易記念日。江戸幕府がアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ロシアの5カ国との間で結ばされた通商条約に基づき、安政6年5月28日にあたる1859年6月28日、横浜、長崎、函館の3港を開港し、自由貿易を許可する布告を出しました。正直、不平等条約に基づく自由貿易の始まりですが、輸出入の重要性について認識を深める日として記念日とされました。昭和25年、1950年6月28日、プロ野球で巨人の藤本英雄が日本プロ野球史上初のパーフェクトゲームを達成しました。このパーフェクトゲームにちなんだ記念日ですが、プロ野球は関係ありません。パーフェクトゲームをパフェになぞらえてパフェの日。パフェはフランス語で完全な、パーフェクトという意味があり、クリームやフルーツ、ソースなどを組み合わせた完全なデザートということでパフェと名付けられました。ジャズリンゴはニュージーランドを代表するブランドリンゴ。ジャズリンゴが初めて日本に入荷したのが2011年6月28日だったことから、ジャズリンゴの日。テクノホスピタリティは株式会社アルメックスが掲げる理念を込めたオリジナルワード。最先端のテクノロジーを駆使して絶えず革新を繰り返し、製品サービスを直接利用するユーザーにホスピタリティを提供し続けるということ。この理念を社員への意識強化と社会へ PR するのが目的。アルメックスの設立日、1966年6月28日からテクノホスピタリティの日とされています。浅野年始株式会社が販売するエアーカオルは、吸水性、速乾性、耐久性に優れた魔法のタオル。平成19年、2007年6月28日の発売日にちなんでエアーカオルの日。令和元年、2019年6月28日、愛玩動物看護師法が公布され、愛玩動物看護師という国家資格ができました。動物の看護を広く知らせるとともに、動物看護について考え育む日とすることが目的。水ごとの日はコスモウォーターのコスモライフが制定。飲み水に関わる水回りの家事を水ごとと命名し、ウォーターサーバーの導入で水ごとの負担を軽減できることを PR。毎月28日は鶏の日。には語呂合わせ、養鶏関係者が制定したのですが、ケンタッキーフライドチキン鶏の日パックを限定販売する日にしています。鶏の日パックはオリジナルチキン4本とナゲット5個のセットで販売価格1100円。毎月28日はツバの日。ヤクルトスワローズのツバキューローにちなんだもので、スワローズのグッズショップでツバクローグッズが販売されます。6月26日のお姉さん日よりはここまでとします。この記念日についてもっと紹介してほしいとか、他にもこんな記念日があるよとか、何かあったらコメントから教えてくださいね。ローカルな記念日や個人的な記念日なんかも募集しています。今日が自分の誕生日だよっていうのも気軽にコメントしてね。あらかじめ誕生日を教えていただければ動画内でお祝いしたいです。それでは今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。この動画を明日も見たいなと思った方は、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。参考にしたいので、もしよろしければこの動画が面白いな、
役に立ったなと思った方は高評価を、怒りを覚えた、お姉さんが憎くてたまらないという方は低評価をお願いします。また、お姉さんに付き合ってね。